嵐尾部屋は、日本相撲協会の所属で、時津風一門の相撲部屋。嵐尾の年寄り名跡は、雷部屋の殿のりまさが、継承し、大正時代から五代嵐尾として嵐尾部屋を、運営していたが、1943年、1月場所後に五代嵐尾は、嵐尾部屋を閉鎖して、双葉山道場に弟子を譲った。当時の弟子には十両、日立会や、幕下以下には、 後の小結び、牛尾錦や十両、豊かの花などがいた。豊かの花は引退後6代嵐潮を襲名したが、部屋の復興はせず、時津風部屋の部屋付き親方として過ごし、病席は同部屋の小結び、大宝に譲られた。大宝は1987年1月場所限りで、引退し、8代嵐を襲名、その後は時津風部屋の部屋付き親方として、 更新の指導に当たっていたが、2002年6月1日付で、時津風部屋から、分家独立して嵐尾部屋を創設した。一時期は、弟子が一人となり部屋存続の危機を迎えたが、中国、内モンゴル自治区から倉庫くらいをスカウトし、また八代、嵐尾夫人がウェブサイトを通して、部屋の飾らない日常を報じて、 アピールに努めたことにより弟子の人数が増加して、現在では12人の力士が在籍している。実際に弟子の過半数が嵐予部屋の公式ウェブサイトを見て入門を決めており、入門者不足に悩む各界におけるスカウトの成功例としてマスコミにも取り上げられて注目されている。2010年1月場所において総国来が新十両へ昇進し、 創設から7年半にして部屋史上初となる関取が誕生したものの2011年に発覚した大相撲八王朝問題において総国来が八王朝に関与したとされて同年4月11日に日本相撲協会から総国来が解雇処分を受け師匠である八代嵐夫も監督責任として委員から主任への降格処分を受けたしかし総国来は 同年4月22日に幕内力士としての地位保全などを求める仮処分申請を東京地方裁判所に提った後、同年6月17日には日本相撲協会に対して幕内力士としての地位確認を求める訴訟を東京地方裁判所に起こし、同年6月28日には嵐尾部屋関係者が 日本相撲協会に対して総国来の幕内力士としての地位確認などを求める訴訟を東京地方裁判所に起こした。その後、2年近くにわたる裁判の結果、2013年3月25日に東京地裁は総国来の解雇を不当とする判決を出し、同年4月3日に日本相撲協会が控訴を断念したことで総国来の勝訴が確定したことにより、 同年、7月場所から総国来が幕内力士として復帰することが決定し、同時に8代、嵐潮の降格処分も取り消された。なお、嵐潮部屋は、この総国来の地位確認訴訟に関する記録を総国来の2年の戦いから、全記録、平成23年4月11日から25年4月3日、と題した資料として編纂し、2013年4月に、 国立国会図書館へ寄贈している。2018年5月場所には二人目の関取となる若隆景が新十両に昇進し、さらに2019年3月場所では若隆景の時系、若本春が新十両昇進を果たした。2020年3月26日付で総国来が現役を引退して九代嵐を襲名し、嵐を部屋を継承することが承認された。 なお、八代嵐雄は同日付で相撲協会を退職した。同月28日に日本相撲協会の定年退職を迎える予定だったが、その二日前に退職することになった。2021年1月1日、日本相撲協会は九代嵐雄、若隆景、若本春、幕下以下の力士8人。 床山一人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されたことを発表した。2020年12月31日に若隆景の感染が判明し、部屋所属の24人が PCR 検査を受けて、同日夜に新たに11人の感染者が判明したという。陽性者12名のうち3人が発熱などを訴えているが、症状は軽微であるという。 12名に確認したところ、他の部屋の力士らとの接触はないものとみられる。保健所、専門家の指示を受けながら、過料をしていくという。相撲協会は引き続き、感染予防対策の徹底を、全協会員に周知していくとしている。電話取材に応じた、柴田山広報部長は、同月10日初日の初場所について、荒予部屋所属力士の出場は、感染が強いということ。 部屋で稽古をしていたからこうなった。この状況だと本場所も近いから厳しい状況であり、場所開催そのものについても小池さんが緊急事態宣言を要請する話が出てきた。今後どうなってくるのか。我々はお客さん入れないでも何とかやりたい。いつまで効力があるかだよねと話している。同月4日に若隆げの退院が明らかにされたが、本人の症状は 収まりはしたものの、ウイルスがなくなった状況での退院ではなく、病床がひっ迫しているための退院措置であると、協会は説明した。同月6日に、難しそうです。完全に途中状になる見通しが示され、9日に感染者だけでなく濃厚接触した可能性のあるものも含めて、全所属力士と9代、嵐を行事一人、 横山二人が一月場所を休場することが発表された。同月十五日には発熱などにより入院していた六人の力士が全員 PCR 検査で陰性が確認されたため退院していたことが分かった。師匠の九代、荒汐や他の力士は部屋に戻っているという。三月場所前に師匠の九代荒汐が電話取材に応じた。それによると、 2020年12月31日に若隆景の感染が判明し、その日のうちに受けた PCR 検査で9代荒汐と所属力士全10人と、床山の感染が分かり、パニックになったという。年が明けて2021年1月2日から、持病のある力士から順に7人が入院、9代荒汐も入院となったが力士たちの急変が心配で2時間ごとに電話をしていた。 全身の痛みや寒気、高熱や味覚、嗅覚障害のあった力士らを心配したが、重症者は出ず、初場所前に全員が退院できたという、全頭、ありがとうございます。